ジェリー・アンジェリー・チー・ユアン・アンは、アメリカ合衆国の実業家、起業家、プログラマー。ヤフー共同創業者。ヤフー最高経営責任者、取締役、チーフ・ヤフー等歴任。10歳頃に、台湾からアメリカに移住した、台湾系アメリカ人。妻は、コスタリカ出身で、日系アメリカ人の人類学者の山崎明子。 2021年7月の時点で20億ドル以上の資産を保有する。中華民国台北市生まれ。2歳で父を亡くす。1978年、カリフォルニア州産のゼニー移住。苦手だった英語をたった3年で熟練レベルにまでマスターし、高校では成績優秀な生徒のみが、履修可能な大学レベルの英語のクラスに在籍した。 スタンフォード大学で電気工学を専攻し、ファイカッパ祭にも入会。1990年、電気工学の理学士号と理学修士号を取得。1994年4月、博士家庭在籍時の友人デビットファイロとウェブディレクトリサービスの構築を始める。当初は彼らがよく使うウェブサイトのリンク集のようなものだったが、 ベンチャーキャピタルに資金と運営ノウハウを提供され、1995年3月にヤフーを共同設立し事業化した。1996年ナスダックで株式公開し、二人はたちまち資産1億ドル以上の資産家となった。2007年6月、テリー・セメルの CEO 辞任に伴いヤフーの CEO に暫定的に任命される。同社は 株式公開以来、外部招聘した人物が CEO を務めており、ヤンは初の CEO 就任だった。2008年2月、マイクロソフトから総額446億ドルで買収提案されるが、ヤフー取締役会は提案を拒否。これには、MS 嫌いで知られるヤンの意向が強く働いたとされる。その後、ヤフー株価は低迷し、 同年10月には12ドル台に下落。同社投資家から経営責任を問う声が強まった。2008年11月17日、CEO 辞任を表明し、キャロルバーツの後継就任により、チーフヤフーに復帰。2012年1月17日、ヤンは取締役及びチーフヤフーを退任。ヤフー外部の興味を追求するとして、ヤフーでの 約17年のキャリアに終止符を打った。同時に、ヤフージャパンとアリババグループの取締役も退任した。他、AOL、シスコシステムズの役員、スタンフォード大学の理事も務めた。ヤンとファイロは1992年、交換留学プログラムで、京都のスタンフォード大学日本センターに1年間滞在したことがある。その時、日系アメリカ人で、 同じくスタンフォード大学に通っていた人類学者山崎明子と出会い1997年に結婚している。ヤンとファイロが相撲にはまり出したのもその時からで、それにちなんでヤフーが格納されたヤンの研究用ワークステーションはアケボの検索エンジンが格納されたファイロのコンピュータは小西式と名付けられた。ジェリーヤン。 フォーブス、2021年7月19日閲覧。ヤフーボスステップス、ダウンフロムポスト。BBC ニュース、2007年6月22日閲覧。ヤフーの MS への売却話、最年会 MS 嫌いのトップ交代で。47ニュース、2012年1月21日、閲覧。ベイヤフー、ジェリーアン氏が CEO を受任。 イットプロ、2008年11月18日閲覧。シュワーツ、マーク、アランナイカップルヤンヤマザキプレッジ75ドルミリオンツーザ・ユニバーシティ。スタンフォードニュース、2007年6月22日閲覧。ドゥーガン、ニッキー、ウィル・レッスル・フォー・クライメート・チェンジ。ヨーデル・アネクドータル、2007年6月22日、閲覧。ありがとうございます。